今から日本語の講座を行います。花火礼儀。1番、東関東に住んでいるすべての人と一緒に新宿御苑に押し込む。あ、すいません。あ、そうです。もう花火です。2番、場所をやっと確保したら芝生に青いタープを敷く。よし、これで自然に触れずに済む。3番、そこにいる友達を全員無視してインスタの友達とバーチャル花見する。満開のしだれ桜、毎年見てるけど、毎年その美しさに驚く。美しさにびっくりする？女子限定。その美しさを借りたプロフィール写真を撮ってもらう。ちゃんと写ってる？ああ、もう一回もう一回。4番、とにかく綺麗と連発する。綺麗、めっちゃ綺麗、マジ綺麗。なんじゃこれは、めっちゃ綺麗なんだけど。アメリカ人限定。イギリス人も OK。最初から最後まで、花見の発音を間違える。まあ、花見やっぱ楽しいよね。どうげん、花見じゃなくて、花見だ。うん、そう言ってるから。花見。5番、ちゃんと理解してないなのに、わびさびについて話す。桜のこの鮮やかな色っていいよな、わびさびっぽいっていうか。いや、どうげん、わびさびってそういう意味じゃなくて。坊主にでもなろうかな。6番、ゴミ箱がなくて風が吹いてるから、とりあえずコンビニおにぎりのベタベタするラップを手で持つ。そうですね、綺麗ですね。7番、後ろに座ってる中国人と何度も何度もぶつかる。そうですね、綺麗です。あ、すいません。 OKOK。 8番、花粉症。そうですね。9番、近くでギターを弾きながら桜を歌う男子大学生のわざとらしい声を無視しようとする。僕らはきっと。そうです。10番、飲む。乾杯。11番、よう。もう一回乾杯。花火楽しい。12番、突然雨に降られる。あー、やべ。13番、東関東全体の人口と一緒に新宿駅に殺到する。おい、傘さしてますよ。14番、電車に乗ってその窓から咲いたばっかりの桜が落ちていくのを見る。そしてその風景をスマホで撮り、気取った文章と一緒にインスタにアップする。今日は新宿御苑で花見。花見が苦手だっていう人もいるけど、私はとっても好きだ。綺麗なしだれ桜を見ながら、昔からの友達と話したり、手作りおにぎりを食べたり、時には周りの人たちの楽しそうな声を聞いたりして、もちろん混んではいたけど、それもなんだか良かったと思う。最後には突然雨が降り出し、友達と笑いながら駅に向かってダッシュ。そして今は東西線に乗っていて、一瞬にして空っぽになった公園の寂しそうな桜が静かに落ちていくのを見ている。とてもわびさびらしい一日だった。わびさび買った一日。バーン。本物の道元 on YouTube、 ぜひご覧ください。どうも。これちゃんとついてる？ああ、もう一回もう一回。